2020明治安田生命 J3 リーグ第16節蒲田マーレサヌキ対岩手グルージャ盛岡のゲームをお送りします。ゴールキーパーの清水健太選手 J 通算500試合出場達成のセレモニー、昨日誕生日を迎えました。39歳です。まずホームのサヌキです。ゴールキーパーが清水です。3センターバックは今日は西野が入りました。そして竹内とキムホヨン、アンカーには長谷川が入って、インサイドハーフには高木と中村、ウィングバックは右に川崎、左が森川、ツートップは重松と林という蒲田マーレサヌキです。変わりましてアウェーの岩手のスタメンと予想フォーメーションです。前節からこちらは4人変わりました。ゴールキーパーは今季初スタメンの土井です。ワントップに今日スタメンでは初となります嫁坂、そしてシャドウの位置に橋本と小谷、こういうメンバーが今日のスタメンです。さあ林収めて前に行く高木がいるが、自分で持って上がる林、ここから打っていきます。ゴールキーパーの正面でした。縦にボールを入れてきました。ワンタッチで、そして林、ここでもう一度ワンタッチ。さあ中村を絡んでいって右に開いていって中へ林、いいボールが足元に入りましたけれども、林、しかしこれに対してディフェンスもいいカバーを見せています岩手です。長いボール裏を狙った攻撃ですが、どうだ。さあこのボール嫁坂も連れていく、あとちょっとこれまだ収まらないが、後ろから行って頭でついてフィニッシュまで行けるか、流れで行ってモレラとかシュート、あっとポストに弾かれる。モレラとが左から狙っていきましたのがポスト。さあボールを握ったところにまたプレス線をかけていく、先ほど入った大垣。さあ嫁坂も行きます。さあその大垣だ、チャンスを迎える、フィニッシュまで行けるか、どうだ、いや枠に蹴ることはできませんでした。入ったばかりのこの大垣、中村前に高木、さあどうだ、カウンターチャンスを迎えている、このボールスルーパスが出るか、さあ高木が行く、高木シュートを自ら打っていきましたが、ゴールキーパーの土井、いや疲れたという表情です。ほどいいドリブルで突破を見せていった高木、中へ、さあどうだ、ターンしてシュートまでいけるか、いやこれ川崎が打ってくる、ゴールキーパーの土井を抑えました。さあここで中に入れてくる、シュートまでいけるかな、小谷が上がってきています、後ろ戻しました。さあここで狙ってくるか、ムタ、ゴールキーパーの清水が抑えています。後ろの選手も残っています。西野、竹内、小松も入っています。さあ中に浮かしたボール、頭でどうだ、いや枠を捉えることができませんでした。中に有永、まだある、ブランネル、シュートを打ってきますが、ゴールキーパーの清水、右から回してきたボールなんですが、清水が反応してコーナーキックです。大きくサイドを変えてきます。栗田マーカージェ、さあ栗田キープする、そしてここで選手が帰っていく岩手。さあ栗田仕掛けていって、ここからシュートを打ってくる、どうだ、枠の右、栗田マーカージェ、ここで長い笛、試合終了のホイッスル、0対0のドロー。讃岐対岩手の一戦は0対0の引き分けで終わりました。